Happy Olex。 水上学園都市リッカ、通称アスタリスク。世界中から集まったジェネステラが6つの学園に分かれて覇を競うバトルエンターテインメント、フェスタの舞台。聖堂館学園の特待転入生天桐彩人は転校初日に序列第5位のユリスと決闘するが、生徒会長クローディアの仲介により事なきを得る。フェスタ制覇を目指し戦いに一人身を投じるユリスの姿を見た彩人は、ユリスの力になると約束しタッグパートナーになる。中等部1年の東堂キリンは収監されている父親を助けるため叔父の光一郎に付き従っていた。彩人と出会ったキリンは自らの力で道を切り開くことの大切さに気づき、光一郎と決別し彩人との決闘に挑む。一方、父親の名誉回復のためフェニックスへの出場を望む笹宮さやはキリンとタッグを結成する。フェニックス開幕。アルルカントアカデミーのエルネスタとカミラは自立型パペットアルディとリムシーを投入。強固な防御力と圧倒的な攻撃力を見せつける。サヤ・キリン組が順当に勝ち上がっていく中、アヤトとユリスはレボルフ黒学院のイレーネ・プリシラ姉妹と対決。アヤトはグラビシーズを破壊し辛くも勝利するが、力の封印の秘密が公になってしまう。世界最大のタッグトーナメントはいよいよ佳境を迎える。アスタリスク。